海外にいた人とかですね、まあ、旅行している人がよく言うように、私もまあそういう感じがするんですが、まあ、日本人がですね、まあ、日本のいいところをよく知らない、もしくは外人に説明できない、もしくはひどい時は、まあ、日本のリベラルのようにですね、まあ、日本人を非常に足ざまに言うっていうのはもう世界的にはものすごく珍しくてですね、私もそんなに海外経験があるわけじゃありませんが、まあ、世界30カ国ぐらい、長い時は本当に何ヶ月もいるというような生活をしておりましたけれども、私の感じでもですね、自分の国のことを他の国の人に悪口を言うっていうことはほとんどないんですよね。まあ言うにしても、まあうちの国のね人もちょっと激しいからとか、そのぐらいのことは言いますけど、その何て言うんですか、具体的なことを言うことないんですね。ですからこの慰安婦事件っていうのが国際的に大きな事件になったのはですね、日本の弁護士がこのユネスコに行ってですね、人権委員会かなんか行ってですね、それであなた方分かりますか、日本の慰安婦ってのは実はあれセックススレーブなんですよ、奴隷なんですよ、そういうことを日本の軍隊はやってたんですよって一生懸命日本の弁護士が主張したんですよ。だからやっぱりみんなが信じちゃったんですよね。そう言っといて、後になって同じ日本人がです、同じ日本人っていうかその人じゃないですよ、日本人がみんな同じですから、慰安婦像を建てるのはやめてくれなんて言ってもですね、それは相手分かりませんよ。それは韓国の慰安婦のことでもみんな悪口言ってますけど、宮沢総理大臣と河野官房長官が揃って日本は慰安婦悪いことしたっつって謝ったわけですから、それはもう考えられませんね。それも弁護士とか首相とかいう人がやるんですから、朝日新聞とかですね、 NHK とか、それは他の国が日本をひどいと思うのは間違いないわけですね。私はね非常に珍しいと思うんですよ。つまり自分の父自分の母を全力で非難する国民なんてのはですね、もう本当に見たことないんですよ。日本人がいかに謙虚であるとか反省する力が強いとか言っても度が過ぎてますよね。この度が過ぎた状態がずっと続いているのは、日本人があまりにアメリカ人の影響を受けたってことなんですけど、情けない話ですよ。だって父親は命を懸けて日本を守ろうと思って戦ったんですよ。いろいろ不満はありましたよ。それから今になってね、軍隊の中で軍隊もひどいとこだったって言って不満を言ってるところだけを取り上げれば、それはそうかもしれません。しかし日本人全体としては必死になって白人と戦ったわけですよね。で母親もそれを支えたわけですよ。子供を産み一人になって父が出征したらですね、それを支えて家族を守ってきたわけですよ。後に爆撃を受けて子供と共に逃げ惑ったわけですよ。それはその決してその軍事国家を作ろうとかですね、そんなことじゃなかったわけですね。もう少し歴史をきちっと見て、そして我々の父とか母、おじいさんおばあさんがどういう気持ちで何をやったのかということぐらいをですね、やっぱり評価するという心がなければ、やっぱりこう人間として劣ってるっていう、日本人はまあ明治維新とそれから戦争によって日本人の心がダメになったっていう、まあ、心理学者は言いますけど、まさにそういう気がいたしますね。それでそれはアメリカの術中にはまったわけですね、まあ、ギルティープログラム、つまり日本人が悪いんだという罪の意識を日本人につけるための教育というのを、まあ、戦後集中的にやり、それに NHK とか朝日新聞が乗ってしまった。それから東大の先生がそれに乗ってしまったっていうのは実に情けないんですが、白状すれば東大 NHK 朝日新聞なんですよ。ここがですね、やっぱり日本人が悪かったというそういう、まあ、間違いを犯してしまったわけですね。アメリカがですね、日本はアメリカを侵略する意図なんか全くなかったんですね。例えば日米戦争だけを取ると、日本はアメリカを占領したり侵略したりする意図は全くなくて、アメリカが太平洋を渡って日本に攻撃を仕掛けてきた、これは軍事上の攻撃じゃないですけども、資源をやめるとかいろいろ国際的な圧力をかけてきた、それに対してまあその当時の日本人はですね、
考えに考えて敗戦を覚悟して戦いに打って出たということが、まあもう歴史的事実なのに、だから向こうそれで原爆も落とした、東京大空襲をして10万人殺した、どんなに考えても虐殺ですよ。どんな考えても虐殺だし国際法違反ですよ。国際法の違反をしたのはアメリカなんだけど、自分たち勝ったもんだから東京裁判という名の、あれ裁判じゃなくてリンチですけどね、東京リンチを行って、そして東京裁判も含めて日本人にギルティープログラム、あなた方は罪があるよということを、まあ、植え付けた。まあこれは山下法文シンガポール方面司令官がですね、フィリピンで公使権になる時に遺書を残しておりますが、まあ、大体ね軍人を公使権にするっていう失礼なことをアメリカするんですよね。日本はやっぱり負けた将軍をね罰するなんとかしません。日露戦争の時に203高1の激戦を制した乃木大将はですね、敵の将軍ステッセルを丁重に、あれしてますからね、処遇してますから、それは当たり前ですよね、武士同士ですからね。それなのにそれで山だけど日本側に、反省するべき点があれば、戦争したこととかそういうことじゃなくて、まあ、山下法文大将がですね遺言で残しているように、まあ、日本人の軍人は忠節だというが、忠誠ですね、忠誠を尽くすというけれども、それは上官の言うことをただ無批判にはいはいと言って聞くことをもっていいこととしたことであると、これがやっぱり日本軍の問題だったと言ってますね。陸軍の大将ですよ。陸軍っていうのは日本陸軍はそうじゃないと、もうひどい軍隊だというふうに言われ続けておりますが、そうじゃないんですね。それから日本人の婦人は貞節だ、夫に仕えて貞節だと言うけども、それもただ夫の言うことをはいはいと聞いているご婦人に過ぎない、それではダメだと言ってるんですね。今でもそうですよ。今でもですね、僕が、環境のことを講演した時に小学校の、男の先生が手を挙げてですね、私たちは NHK で放送していること以外を放送教えることができないんですと、 NHK がどんなに間違ってると思っても、NHK と違うことを、児童に言うと、小学校ですから児童ですね、児童に言うと親から電話がかかってきて NHK と違うことを教えては困るとまさに右へ習いしそうなんですね。まあ、スタップ論文の時もそうでした。私の隣の人がスタップ論文をものすごく非難するので、私がですね、私は姉ちゃんの論文を読んだけどもそれほどひどい論文じゃなかったと、まだ30歳の女性の研究者としては立派な論文だったけど、あなたお読みになりましたかと聞いたら読んでないって言うんですよ。じゃあなんで非難してるんですかって、みんなが言ってるからってまあそういうことなんですね。だから私ですね、やっぱりこの父母を全力で非難する異常な国民からやっぱり脱してですね、日本のやっぱ日本が今世界で白人の仲間入りをして経済発展もして、まあ社会で割合と尊敬されてます。あの海外に行くと日本人がある程度尊敬されてることが感じますね。それは我々の父母の祖先が頑張ってくれたからですよ。ということは現在の我々の繁栄を作ってくれて自分たちを守ってくれた恩に対してそれを非難するという、まあ、恩をあだで返す、これが現在の日本人なんですね。 NHK がそうなんですよ。朝日新聞がそうなんです。朝日新聞は、まあ、自分自身が戦前に言ってたことを戦後180度変えたわけですからね。そういう人たちがまあ大きな顔をしているっていうことを含めてやっぱり日本人の能力だと思うんですよね。最近では NHK のアナウンサーが台風が来ると早めに避難してくださいって、あなた何の資格で言ってんのと、誰も NHK の人が避難の指令をするなんとかアドバイスするなんてことを言ってないよっていう感じなんですね。昔はマスメディアがですね、この頃言わなくなったけど、選挙で投票しましょう投票しましょうって言ってましたよ。投票は国民が決めるんだって言うんですね。まあ、そういうこの、まあ、お上意識というか、みんなが一緒であっていいというのを悪巧みでやったっていうね、やっぱり東大教授 NHK 朝日新聞の罪っていうのは本当に大きいですね。まあ改心することはまずないでしょうから、
まあ、亡くなってもらった方がいいっていうのが私の感じですが、やっぱりもう一回我々は父母を全力で非難する国民にはなりたくないとつくづく思いますね。